お疲れ様です、ひげおじです。そして二宮です。そして奥君です。最後に矢野です。はい、ということでラバーズみんなで進め宇宙の旅、これどんなゲームなの？協力プレイ。これはなんで笑ってるんですか？ボケんのかな、ボケんのかな。誰も喋らないだろうなっていうので今男4人でラバーズってゲームやばいなってやばいよ。これはとりあえず、うん、みんなで一つの宇宙船を操縦するゲームなんですけども、うんうん、なんか銃があったり操縦桿があったりバリアがあったりっていうのがあって、ただ4人しかいないんで、うん、あ、じゃあもう役割分担、はい、役割分担して進んでいくっていうゲームです。はあ、でまあストーリーとしては平和だったんですけど、なんかもう爆発して大変だよっていう。ああ、はい、爆発はしますよね。爆発は大変、ざっくり助けに行こうねっていう。なるほどね。おお、じゃあ行きましょう。はい、じゃあ 1P のヒゲさん LR を。はい、でゲームスタートで、で多分最初ムービーとかがある、ムービーとかがあるんですけど、飛ばしたとこで今飛べてます。さすが、もうさすが。じゃあ爆発の後ってことですね。爆発して大変だよの後です。大変だよの後ね。皆さんそれを前提に見てくださいね。はい、で緑、俺、青が、黄色が二宮、青がキャノンです。はい、でこれ何色？オレンジ、オレンジソークです。おいしょ。じゃあ行きましょうよ、お願いします。さあ爆発したんだよね。爆発しましたね。爆発して、はい、なんかハート型のなんかでっかい宇宙船みたいな。ほうほうほう。でっかい惑星、デススターみたいな。あ、スターウォーズは共通言語だよね。あ、かわいい。みたいなのがなんか信号と左信号に割れちゃったから逆側に行こうねみたいな。ほうほう、そういう。これ何すればいい？あ、なんかこう銃座に座れるっぽいっす。あ、本当だ。 Y で、あ、あ、銃撃てる。へえへえへえ。あ、おお、わあわあ、すごいすごい。2人協力してシールドエンジンボットを開いてくれ。シールド、シールド、はい、シールド、どう？開いてくれ。あ、あ、これか。来るのね。オッケー。あ、もう左側の人だけで完結してる。あ、ボタンを押すのね。あ、こうやるね。はい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 。あ、本当真ん中に増えたね。シールド。じゃあシールドやります。あ、お願いします。楽です。ここ、あ、それ作業、作業が分担できるのね。あ、いいね。でもこれキャノ君結構大事よ。シールドですか？いや、もう何もしないですよ。いやいや、してよ。ぐるぐるしてます。ぐるぐる。あ、な、真ん中宇宙船の周りを。これなんだろう。よし、乗った。おお、あ、それエンジンですよ、エンジン。いや、それ一番大事なんで、絶対火事、火事を起こす、はいはい、それ絶対間違えないでくださいね。なんで、バリ張って、バリ壁に当たってもダメなんで、これ。あ、そうなの？一番大事ですよ、もうそれ。あ、もう常にフルスロットできてるよ、今ぐわー。あー、なんか、あ、ちょうどいい感じ。あれはウサギが一匹解放されてないと開かないよっていう。はいはい。あ、じゃあ気にしなくていいのね。はい。あ、かける1って書いてある。そうです。ウサギ狩りに行くわけ。ウサギ狩りじゃない。ね、あ、いたいたいた、ウサギ。囚われてる。あ、撃っちゃいだ。おほほーい。お、大丈夫か、こんな宇宙空間に。あーあー。ああ、なるほどね。ウサギは大丈夫な。ウサギは。なんかビームを発射したら溶けて消えていく。助かるな。溶けて消えていくの。なんか残酷に聞こえたよ、今。大丈夫？エネルギーを使い果たして、うんうん、よし、よーそろ。来た来た。とりあえず前方にバリア張ってます。いけー。これバリアいりますか？いるいる。そのバリアごと体当たりすることによってこう。ピンポイントバリア。マクロス、マクロスだ。マクロスだ。あ、わかりましたか。そうでございます。ほら、ほらほらほら。ほら、新しいの。あ、あれです。何あれ？ヤマトキャノン、ヤマ、波動砲、波動砲。後ろ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 のさ、砲さ、誰もいないじゃねえかよ。なんでよ。バリアしてる、バリアしてるから。とりあえず向かって。よしよしよし。はい、俺しか銃座座ってるのが。そんなことない？大丈夫これで。操縦桿は誰も話しちゃダメだって。よしよし。バリアいる？バリア、え、バリアいるんじゃない？バリア今まだ後ろの攻撃にしか機能してないよ。このあと何、この黄色いやつ。ほら、これはヤマトキャノンですよ。ヤマトキャノン、これを使うとしばらく使えなくなるけど。あ、強いんだ。一周回って、すごい。ああ、なるほどね。じゃあ座ってみよう。あ、いる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 。はいよ。じゃあと、あと5は捕まえなきゃいけない。とりあえずバリアで
ぶつかんないように。お、今だ。あ、なんかなんかおかしいことになった。あ、なんかのあっちの行く行く。逃げる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 。大丈夫。囲まれたらもうヤマトキャノンですからね。あ、ヤマトキャノン判断役誰ですか。お、起きた館長。これは館長役。これは俺がやらせていただこう。それは。うん。マップステージ、あ、左下にマップが、ハッチのとこに何かあるんで、そこに向かいましょう。じゃあこっちから行ってみようか。あー、でも操作性いいね。絵も、あ、間違えた。音もいいんで。あ、バリアつけてると、でも壁に当たってる。はい、一応、そうですね。いいじゃない、ナイスバリア、ナイスバリア。あの、操縦が下手っていう。ナイスバリア。いや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 、あれこれは壊せんのかな。壊して、あ、あ、突っ込め。壊すのダメなのかな。ダメだ。ダメです。なんかある。まだなんか。それともヤマトってもんだったら。ヤマト？ちょうどあっち向いてる時に発動。今だ。おお、強い強い。あ、なるほどね。たまらない。これはちょっとやめましょうか。ちょっと回し。後回し。奥にウサギがいるから、それを救出に行くか。あ、あ、あ、多分。閉められた。これは。罠。黒のネズミです、ね。あ、あ、あ、取られた。ヤマトキャノン。ヤマトキャノン。今使えない。なんでこった。あ、使える使える。ヤマトキャノン。ヤマトキャノン。まだ残り。あ、でも大丈夫じゃない？いけるんじゃない？大丈夫？あ、もうあとは。大丈夫だね。ああ、よかった。大丈夫です。ちょっと判断が早かったのでは。もうちょっと発射シーケンスとかあるの。ゴーグルつけたりとかしないと。ダメでしょ、まず。120% 充電制限。ああ、これでね。なんだ。マップ出た。ああ、なんだ。マップは大事なのだろう。いるでしょうよ。いや、いらないよ。そんなか。わあ、運転下手くそ。大丈夫大丈夫、そんなやわじゃないから。ニューガンダムは伊達じゃない。そんな。ワゴン R でも同じこと言えんの。ほら、もう絶妙なタイミング。ほら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 。で、下だよね、これ。下です、下。下のモヤモヤのとこでもいいです。モヤモヤ。確か最大、マップ最大化できたと思うんですよね。それ誰がやるの。あ、危ない。これは開かない。開かない。シールド敵の弾をブロックするんだ。あ、こう行くからセキュリティを解。あれが あっちから出てんじゃないですか。よし、バリア。なるほど。バリア、バリア。いけ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 。バリア、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 バリア。バリア動かしてるときバリア消えちゃうんで。うまいこと。あ、だからここでライフ回復するんですよ、きっと。あ、もう超バリア当たってる。今度上から来るぞ、気をつけろ。下からじゃないですか、これ。下から来るの。嘘じゃん。何がだよ。館長、嘘だよ。いいよ。この、危ない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 。ちょっとバリア、バリア、バリア。大丈夫大丈夫。バリア張ってない。また来るよ来るよ、バリア、バリア。来た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 。防いで防いでる。あう、あー。あー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 。おー、すげえ、結果的に。あと何体だ。あ、5体集めたからいけるの。お、すげえ、なんか。あ、またビーム放って溶けてなくなる。溶けてなくなる。ウサギが溶けてなくなる。すごい、5人の英雄みたいな感じだった。よし、危ない。ナイス。あ、出てくる。お、近いよ。あれ、あれと言いました。スマップデータ。はいはい、ありがとうございます。これで。で、上かな。上ですね。オッケー。で、右ですかね。オッケー。お？びっくりした。こういうこと。イベントが始まったのかと思った。ここを見る係。はい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 。ああ、いいよいいよ。このまま安全運転で。ラジャー。館長だったの。館長だったので。あれ違うじゃん。ああ、いいのか。ああ、消えてなくった。なんでネガティブなイメージばっかり。よし、やったぞ。宇宙は不安定になった。よくねえじゃん。